3、2、1。あなたが輝く魔法の打ち打ち。時刻は6時25分を回りました。あなたが輝く魔法のウティムチの時間です。ご案内はペイチンサトル、イレイノリコ、 FP 崎山、今日もよろしくお願いいたします。さてノリコさん、ごめんなさい、なんか喉がつっかえましたか。はい、最初からちょっと失敗してしまいましたけれども、はい、大丈夫よ、はい、ペイチンさん、はい、6時25分じゃなくて6時です。はい、6時すいません、6時25秒でしたね。はい、一平くぶりな通り、はい、失礼いたしました、はい、笑いが止まらない、はい、はい、ごめんなさい、失礼いたしました。はい、よろしいですか、はい、今日は7月の27日水曜日ですね、はい、旧暦では6月の24日、6期では大安ですね、はいはい、大安吉日、はい、ね、うん、あ、今日は素晴らしいですね、はい、そして今日はこの FM ギロのスタジオから見るあの西海岸、ね、東シナ海、ね、今日も、ね、はい、見事ですね、うん、ブランドがかかってよく見えないんですけどもはい、素晴らしいです。あ、どうもひろちゃん、ありがとうございます。はい、そうですね、すごくね、もうあの素晴らしいですね、はい、ギラギラと眩しいですね、ギラギラと、はい、水平線綺麗ですね、はい、ちょうど先週あの終わった頃にの夕焼けがとても綺麗でしたね。そうですね、今日も FP 崎山さん、うん、サーフィン日和ですよ、はい、そうですね、サーフボード乗ってますよね、はい、乗ってます、後で行きましょうか、はいはいはい、だいぶ日焼けをしていますね、はい、はい、さあ、じゃあのりこさん、はい、進行していきましょうか、はい、ですね、私はですね、先日の土曜日、チャタンシーポートカーニバル行ってきました。お、何か出演ですか、土曜日に、はい、あ、出演ではなくて、ちょっとですね、生徒様にですね、はい、お誘いを受けまして、はい、いいですね、あの今年初バーベキューをしてまいりました。あ、人気のある非常勤講師、はい、いいですね、いえいえ、ですね、やはりですね、授業とはまた違う生徒様との、コミュニケーションができましたね。とても楽しかったです。いいですね。じゃあ、はい、そして週末は、うん、さて FP 崎山さんはまたマーケティングの勉強で、はい、週末はどのように過ごされたんですかね。休日をですね、はい、平日に久しぶりにいただきまして、はい、お、いいですね、はい、うん、歩きましてですね、お、ウォーキング、はい、はい、なんか足町、なんか痩せそうですね、あ、はい、すごいですね、サーフィン焼け、あ、いや、痩せではなくて、ね、ウォーキング、はいはい、一人でですか、あ、まあ、あの夫婦でです、ね、あ、はい、今日またスタジオに、はい、ファンの方来てますので、はいはい、ありがとうございます、はい、私もですね、あの、はい、3ヶ月続ければもう、習慣になるっていう言われているように、はい、ウォーキング、はい、続いてます ね、はい、朝のウォーキングいいですね、はい、それでですね、本当にですね、さまざまな草花に出会うんですね。そうですね、私もね、とても素敵ですよ、この典子先生と、うん、ウォーキングをかつてやったことあるんですけどね、うん、はい、朝ウォーキングしてるときにいつも、ある門の前で犬がですね吠えるんですよ、番犬が、うん、そしたら必ずこの犬を見るとジョンジョンってどれこさん言うんですね。いや、私がですか、犬を見ると、はい、すべてジョンなんですね。あ、なんかジョンに対する思い入れがあるんですか。それはないんですけどね。私はやはりですね、お花が好きなので、はい、とてもたくさんの発見があるんですよ。今日なんかですね、お花の中にお星様がキラキラと輝いています。いいです、いい話ですね、はいはい、それはまたですね、はい、いつかお話しさせていただきたいと思います。はい、これまたね、のりこさんのコーナーで、はい、色お話を聞いてみたいと思いますね、はい、それではこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmギノワン.com、 また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、この番組は住まいを彩るサイトコーポレーションの提供でお送りします。さあ、ここで一曲お届けします。 Sweet Maxim by Doobie Brothers。 ソロメさん読みますか。ソロメさん読みます。あ、どうしようかな、はい、ただいま Doobie Brothers の Sweet Maxim が流れていますけれども、恒例の絵本の読み聞かせ、はい、
途中でもし時間になりましたらまた次に読みたいと思います。それまで少しお耳を拝借いたしますね。そら豆くんとメダカの子、中谷美和作絵。先日そら豆くんのベッドというお話を読みましたけれども、それの、続きの本になっています。そら豆くんとメダカの子、今日もずっと雨が降っています。そら豆くんたちは雨宿り。これじゃあ外で遊べないよ、早く止まないかな。次の日の朝、みんなが目を覚ますと青空が広がっています。わーい、今日は遊べるぞと外へ飛び出してみると、いつもの遊び場が大きな水たまりになっていました。ああ、これじゃ遊べないや。みんながばっかりしていると、グリーンピースの兄弟が言いました。僕たちいいこと考えた。グリーンピースの兄弟は小さな枝と葉っぱでオールを作ると、ベッドを水たまりに浮かべてスイスイと漕ぎ出しました。わー、ベッドの船だ。枝豆くんもさやえんどうさんもピーナッツくんも早速真似をして遊び始めました。あれ、そら豆くんは遊ばないの？ピーナッツくんが聞くと、そら豆くんは言いました。僕は遊ばない。大きくてふわふわのベッドは僕の宝物。水に濡らすなんて嫌だよ。みんなは歌いながらベッドを漕いでいきます。僕らのベッドは素敵だよ。お船になってスイスイ。そら豆くんは大きなベッドをずるずると引きずりながら後をついていきました。みんな楽しそうだな。僕も乗ってみた、見たくなっちゃった。そこでそら豆くんはみんなに頼んでみました。おーい、誰か僕も乗せてよ。ダメダメ、そら豆くんは大きすぎるんだもん、ベッドが沈んじゃうよと言って、誰も乗せてくれません。そら豆くんはもう一度頼んでみました。ピーナッツくんのベッドなら僕も乗れそうだよ。ねえ、乗せて。じゃあちょっとだけだよ。ピーナッツくんはそら豆くんを乗せてそーっとベッドを漕ぎ出しました。わーい、進めーとそら豆くんが叫んだ途端、わっ、ピーナッツくんのベッドがひっくり返って二人とも水の中に落ちてしまいました。なかなか浮かんでこないよ。どうしたのかな。みんなが心配していると、わあ、そら豆くんとピーナッツくんが水たまりの中から顔を出して言いました。僕たちすごくきれいなもの見つけちゃった。一体なんだろう、行ってみよう。みんなも一緒に水の中に潜っていきました。わーい、すごーい。水の中は小さな泡をつけたお花でいっぱいです。綺麗だね。みんながうっとりして見ていると、さやえんどうさんが言いました。あら、こんなところにメダカの子がいるわ。どうしたのかしら。するとメダカの子が言いました。雨で小川から流されて迷子になっちゃったよ。それは大変、早く小川に返してあげなくっちゃ。でもどうやって返してあげればいいのかな。みんなが考えていると、そうだ、僕らのベッドにお水を入れて運んであげようよと枝豆くんが言いました。みんな大賛成。それでは、そら豆くんのとメダカの子のお話は後ほど続きを読みます。
あなたが輝く魔法のうといむちをお送りしております。このコーナーは暮らしのマナーやお付き合いのマナー、そして家庭教育からプロトコールまでをお送りしております。ご案内は伊礼のりことペイチンサトル FP 崎山、宜野湾ヒルズ通りにあります FM 宜野湾のスタジオよりこの後7時まで生放送でお送りしております。この番組ではまだまだメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。よろしくお願いします。はい、はい、のりこさん落ち着きましたね。はい、落ち着きましたね、曲の間ずっとそらまめくんとメダカの子、はい、メダカの子、メダカの子のお話を読んでいました。はい、なんか調子が乗ってきましたね。はい、そうですね。ね、乗ってきましたね。はい、はい、はい。さて、今日のテーマは何でしょうかね。うん、ですね、8月に入ってですね、はい、何かありますよね、大きな行事が。8月に入って何か。大きな行事が。私の友人のお誕生日も8月ですけど。それもあると思うんですけども、沖縄では祖先崇拝。はい。あと宜野湾祭り、あ、羽子の祭りがありました ね、 そうですね。先ほどもね、サンセットビーチで、はい、チャタンシーポートカーニバルもありましたけども、はい、これからどんどんね、いろんなお祭りがありますけれども、9本ですか。はい、そうです。9本が8月にありますね。で今度はね、9本と新がね、はい、重なりますね。新っていうか月遅れ本ですね。はい、月遅れ本ね。7月の、はい、13、14、15はもう東京の方ではお盆が終わっており、はい、おります。そうですね、はい、で沖縄のですね、お盆の時に付き物があると思うんですけど、何でしょうか。付き物、はい、お盆の時の付き物、お盆の時に、まあ、ついてくるっていうか必要なものがありますね。はい、たくさんありますね。はい、ムーチ、たくさんある。ムーチ、そうですか。はい、はい、たくさん、ムーチっていうのはお餅ね。お餅、あの重箱に、はい、重箱で、はいはいはい、そうですね、はい、お餅がありますね。はい、まあ、いろいろありますよね。ありますよ。FP 崎山さんたくさんある。はい、そうですね、はい、何が必要でしょうか。挨拶回り。あ、挨拶回りしますよね。さすがですね。はい、はい、挨拶回りするときに、はい、何をも皆さん持参していってますか。しっかりと社会人は、はい、お中元をですね、ちゃんと、うちくるに、うちくるにこう包んで、あ、はいはい、ちゃんと挨拶回りしております。はい、はい、そうですね。沖縄ではお盆の時にお中元を、きっと皆さん、ご仏壇にね、お供えするためにお持ちしていくと思います。はい、はい、そうですね。お持ちね。はい、はい、あ、はい、先ほどの餅ムーチーからなんか今日そこで出てくるんですね。キーワードが餅なのかな。はい、餅ですね。そうですね。その時にですね、先ほど、ペイチさんがおっしゃったように、はい、本来はですね、風呂敷に包んだ方がいいんですね。先日も少し話したと思うんですけど、なぜ風呂敷に包むのか、包むんだったんでしょうか。はい、これはもう、はい、私は講義受けてますからね、はいはい、FP 崎山さんの、はい、ちょっとユニークな答えを聞きたいですね。どうですかね。どうしてね、もちろん最近は何でした。伝統じゃないですか。あ、伝統、あ、伝統、あ、昔からあったから、はい、昔からあった、はいはい、さすがで、ね、はい、無難な答えですね、はい、さすが。そうですね、昔からあった、すごいんですよね、日本の文化であり沖縄の文化って、包むっていう文化があって、大切なものをですね、汚れから守るために包んでいるんですね。あ、すごいですね、はい、まあ、汚れもそうなんですけど、その汚れのなうちの一つに邪気、目に見えないもの、馴染むんですよね。はい、先だっても、福祉のところで話をしたと思うんですけども、こう包んで、そのお宅に持っていく習慣があります。ありますね。本来はね。はい、だけれども、もう現代はですね、まあ、いろんなところでスーパーで買って、ビニールの袋、ね、はい、にそのままお持ちしていらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、はい、せっかくね、昔からあるもの、文化としてあるものを皆さん使っていただきたいなと思います。はい、いいですね。うちくるにね、包んで、はい、で沖縄は本来はですね、まあ、本来というか祖先崇拝でお盆の時にはね、ご先祖様がお家に帰ってくるんですよね。そうですね、で、そういうことでまた親戚一度は集まったり親戚周りをするんですけども、本来のお中元の意味は、沖縄はね、お盆の時に持参するんですけども、本来はですね、本来はっていうか、本当の場合
はですね、お中元っていうのはお世話になった方にお届けするものです。はい、はい、もう皆さん ね、 そうですね、それはね、社会人ですからね、はい、あのご存知だと思うんですけれども、まあ、そういうことになってるんですね。例えば、まあ、東方に、いらっしゃるお世話になった方にお届けするときには、うん、本来は持参、ね、そのお宅に行ってお届けをしなきゃいけないんですね。だけれども無理ですよね、飛行機を使って行くと、あのかなりの料金が、黒猫山太郎宅急便だったらそれにつきますね。そうだけどその時は誰かが代わってお届けしてますよね。そうですね、うん、だけど本来はその送る側がお届けする。でもそれができないから黒猫大和の宅急便とか、はい、あのまあね、郵送するんですよね。そうですね、うん、でその時に必要なものがあるんです。郵送する時に必要なもの、はい、それは何だと思いますか？ FP 崎山さん、マーケティングの手数料ですか？さすがですね。手数料、そうよね、はい、あの、はい、プラスアルファでね。さすがですね、はいはい、そうなんですね、はい、あのそうなんですねっていうか、はい、あの、はい、その時ですね、本来はですね、はい、自分が行かないといけないんですよ。そうですね、でも代わって宅急便が持って行ってくれるのでお手紙を添えるんですね。素晴らしいですね、はい、素晴らしいですね、はい、あのお手紙を添えて、あの今日自分があのこういうものをお送りしましたのでよろしくお願いしますっていう一筆を書いて、あのお届けするんですね、はい、そういうのが日本の風習であります。いいですね、はい、で、ね、あのお中元にはいろんなものを差し上げると思うんですけども、お世話になった方にですので思いを込めて差し上げますね。そうですね、でそんな中でですね、ちょっと私あの失敗談を今日ちょっと話してもいいでしょうか。いいですね、エピソード。はい、はい、で、あの私もですね、あのやはりこういう講師業をしていますけれども、私も師匠がいらっしゃるんですね、はいはい、でそれはあの東京にいらっしゃっていて、あの毎年お中元とお歳暮を差し上げています。で、これまではあの、まあ、研修を兼ねて、まあ、ちょうどその時期 にね、あのお中元やお歳暮の時期があったので、あのお届けを持参していたんですね。ですけれども今年はちょっと時期が外れていましたので、あの研修とですね、郵送したんですよ。郵送、はい、黒猫大和で、はい、黒猫大和で、はい、あの郵送して本来はいけないんですけれども、お願いをしてですね、あのお手紙を郵便物に入れてもらったんですね。本来はいけないそうですね、法律で、あの、このお届け物に入れるっていうことは本来はって言ってたんですけど、お願いねって言って入れ、切手は貼ったんですか？切手じゃなくて、その、物自体に箱の中に入れてもらったんですね。郵便局だったら OK ですけど、でもどっちもちょっと聞いたことはあるんですよ。お手紙を中に入れちゃいけない、はい、入れないよっていうのを聞いていて、で分かってはいたけれどもお願いねっていうことで、あの入れてもらいました、はい、で、今年はですね、あの沖縄の美味しいマンゴーをあの差し上げたくって、はい、あのね、召し上がってほしくってマンゴーを入れた、送ったんですね。で、あの早速ですね、あのお届けしたところ、あの先生から一筆申し上げますってことで、ありがとうっていうお礼のお手紙をいただいたんですね、はい、ですから、あのこれは、プロトコールでもそうなんですけど、こちらが差し上げたとか何かものをこうね、お届けしたら同等のものをお返しするっていうのがあって、これに当礼って言うんですよ。当礼、はい、はい、お返しをしていくんですね。等しい返礼の礼、いえいえ、あの当礼っていうのはあの答えに礼ですね、はい、当礼、お互いにやるっていうね。でそれで、お手紙をいただいたんですね。ありがとうございますって、美味しいマンゴーね、いただきましたよっていうことで、でそれで終わったんですけれども、あの事務局の先生からですね、あのそこのところはまたお勉強が入ってきたんですね。で本来はあのこの物自体に入れちゃいけないものを入れ、お手紙入れたんですよ。それはなぜいけないのかっていうところを教えていただきました、うん、私は生物を送ったんですね、はい、生物を送ってお手紙も添えました。でそれはいけないんだよっていうことで、あの、まあ、助言をいただいたんですけども、さてどうしてでしょうか。さてどうしてでしょうか、はい、これクイズですか。はい、何かありますか。ありますか。思い浮かんだことありますか。ひろきさん、何かありますか今の。はい、
なぜダメなのか、商品と一緒になぜ手紙を中に入れてはダメなのか、はい、例えば乾物だったらまだいいそうです、はい、だけど生ものに対しては入れちゃいけないっていうことなんですね。ですから、まあ、ちょっとね、分かりづらいですね、はいはい、生ものっていうのはやはり傷んでしまいますよね。傷みますよね。傷んだ時に何が発生しますか。あ、傷んだ時に汁とか、はいはい、そうですね、腐敗、ね、そういうのが出てくるので、はい、それが万が一手紙についた場合、匂いが移ってしまう、ね、匂いだけじゃなくて、手紙っていうのはすごく、はい、自分の分身なんですね。だから清いものなんですよ。だから手紙の書き方も天と地を開けないといけないよっていうのがあるんですね。ああ、素晴らしいですね。いろんな規約があって、せっかく心を込めて書いたものにそういう汁物がついたりする可能性があるので、生物に関しては一緒にお手紙を添えないようにという。ああ、素晴らしい、はいはい、よくわかりました。私もとても今回はお勉強させていただきましたので、リスナーの皆さんもね、そういうことがありますよっていうことをちょっとお伝えしたいなと思いました。ああ、いいですね、はいはい、いい話でしたね、はい、そうですね、それとですね、また今ですね、暑中見舞いをちょうど、ね、そうですね、やり取りをしていると思うんですけれども、はい、暑中見舞いはですね、7月の7日初夏の初夏の頃からあと8月の立秋の前日までは暑中見舞いです、はい、それから、はい、先日はですね、梅雨明けからっていう話はしたんですけれども、今年の東京の梅雨明けもすごくゆっくりですよね。そうですね、もうそろそろ明けるっていう話はしてるんですけども、ですから七夕を明けてからっていうことを頭に入れておくと、まあ目安としていいのかなと思いますね、はい、で、それを過ぎたら、今度は暑中見舞いから残暑見舞いに変わります。はい、変わりますね、はい、うん、まあ、そういうことをですね、お手紙の夏のお便りっていうことで頭に入れていただくといいのかなと思います。今の、ね、暑中見舞いと残暑見舞いってね、はい、なかなかこれはもう社会人としてね、はい、企業は、送りますけど、はい、暑中見舞いと残暑見舞いの違いをね、明確に分かる方は少ないと思うんですね、はい、ですから8月8日の立秋って、立秋って、ね、8月8日って季節はどんなですか。まだまだ暑いですね。まだまだ真夏ですよね。だけども沖縄ではね、立つ秋、もう秋になってるんですね、暦の上では。ですから残暑見舞いになっていくっていうことになっていきます。はいはい、残暑見舞いが来ると、うん、あ、もう夏も終わるんだな、うん、非常に風情がありますね。そうですね、はい、まあ、でそれとですね、例えばお中元を送りたいなと思ってたんだけど、7月15日までにお届けできなかった、沖縄の場合じゃないですよ、本土の場合ね、お世話になった時に、でその時には表書きの方にですね、残暑お見舞いとか、暑中お見舞いとか、暑中伺いっていう風に表書きに書くとよろしいかと思います。ああ、それまたいいですね、はい、お中元っていうのは沖縄の場じゃないですよ、沖縄はお盆の時にお届けしますのでお中元で大丈夫なんですけども、本土の場合とか、まあ、ビジネスにおいて、お世話になった方にお届けするときには7月15日までか月遅れ分、東京では、関東では7月15日までです。関西は月遅れ分って言って8月15日まで大丈夫っていうことですので、そのことをちょっとですね、頭の中に入れておくといいのかしらって思いますね。はい、いいですね、はい、そこでなんか、あ、もうお時間ですか。はい、あと60秒です。はい、大丈夫ですよ、はい、もう少し話したかったんですけれどもはい、そうですね、遅れた場合は暑中伺いとかにしてくださいね、はい、じゃあ喪中の時にはどうしたらいいのっていうこともよく質問されるんですけども、喪中の時には、年賀はがきはちょっとね控えた方がいいんですけども、お中元とお添え本はお世話になった方に差し上げるので、喪中の時にもどちらが喪中でも、四十九日を終わっていれば差し上げてもよろしいっていうことです。あ、はい、はい、
まあ、いろいろ質問が、ね、あったと思うんですけど、また次回にお話しさせていただきたいと思いますが、そうですね、はい、お世話になったお中元にいったどういった商品を送ったらいいのかっていう話ね、今日聞きたかったんですけどね、はい、時間があればね、後ほど、ね、あとどれぐらいですか、はい、もう時間がありませんので、わかりました、後ほどですね、はい、後ほどの後半のコーナーでちょっと聞きたいと思いますね。よろしくお願いいたします、はい、ここで、CM 入ります、はい、お願いします。あなたが輝く魔法のうといむちをお送りしております。ハイサイラジオチエミセールグスーヨーチューガナビラペイチンサトルのスルティアシバナカタティアシバナシマクトゥバの時間な遠い便搭載中、また時間の許す限りマジュムシマクトゥバチカティ華やかちウタミンシエビリサイニヘイデビタン。はい、このコーナーではラジオをお聞きの皆様と一緒にシマクトゥバを学ぶコーナーです。皆さん一緒に楽しみながら学んでいきましょう。ご案内はペイチンサトル、イレイノリコ、FP 崎山、ギノワンヒルズ通りにあります FM ギノワンのスタジオよりこの後7時まで生放送でお送りしております。この番組ではまだまだメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。ねえペイチンさん、はい、なんかコメント来てますよ、はい、紹介してもらえますか。アララガマンサイガーさん、はい、お久しぶりですね、はい、こんばんは、今日もよろしくお願いいたしますってことです。素晴らしいですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、アララガマンサイガーさん、こんばんは、素晴らしいですね。あ、そうですね、こんばんはね、はい、6時以降はこんばんはですからね。さすがですね、はい、本当に怖いですね。リスナーはちゃんとしっかりと勉強学んでますね、はい、それからですね、はい、NR46 さん、46さん、はい、こんにちはっていうことです。はい、はい、こんにちは、はい、こんばんはですね、はい、はい、はい、はじめましてでしたね、はい、はい、それから、愛してる AKB ファンの方からですね、はい、コンティニューコイン黒猫ヤマトですかって、はい、コンティニューコイン、これはもう FP 崎山さん、はい、どういう意味ですかね。ちょっと分からない。コンティニューコイン、コンティニュー続けてコインちょうだい、手数料のことですかね。あ、そう、あ、ね、先ほどね手数料の話が出ましたからね、はい、そういうことでしょうね。はい、また後ほど、はい、ました、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、さて今日はですね、はい、このコーナーまたまたうちのクガナクトゥバパート2、はい、やはりあの皆さんにですね輝いてほしいので、うん、やっぱりクガナクトゥバですね、うちのアンチャムールさんに勉強していきたいなと思っております、うん、さあ今日はですね皆さんの、ウチナーの文化といえば、はい、のりこさん何て言いますか。ウチナーの文化、はい、流部ですか。流部、はい、流部、空手、空手、はい、それからブクブク茶、はい、ありますよ、はい、それから何があるかな、はい、時間がありませんのでありがとうございますそしてエフィー崎山さん、はい、沖縄の文化といえばやっぱ音楽とか三味線とかですね、はい、素晴らしいですよね、はい、はい、それをですね、はい、構成する上でとても大切なのが実は内縄口ですね。あ、そうですね、内縄口も文化ですね。内縄口です。これが皆さん、はい、あの言葉というのは文化の中で一番大切な核をなす部分ですね、うんうん、でなぜかと言いますと人間我々はですね考えるときにどのようにして考えるか分かりますかね、のりこさん。はい、はい、あの言葉で考えてる、思考する。崎山さん、考えるときっていうのは、はい、人間っていうのは言葉を介して考えることになってますね、うん、はい、そうですよね。ということはボキャブラリーが多い人と、はい、ボキャブラリーが少ない人どうなんですか。もう打ち当たりしてるんですけど、そうですね、多い方がねいろんなことがあの考えることができるってことですね、はい、でこの多いとか少ないとかっていうの実はここに私は今日ねフィントがあるんですね。多いとか少ないって個人差がありますよね。あります、うん、そうではないんですね、うん、実は、はいはい、だってうちのアンチュがですねヤマトゥンチと、うん、こう考え方とか、
話とか、物の見方とかで勝負する場合にですね、ウチナーンチはですね、やはりウチナー口で物を考えるということがあればですね、ヤマトンチには負けないんですね。なんでかというとこう、沖縄の琉球の歴史のこう文化、長い文化の中で使ってきた知恵があります。はいはい。でそれでその知恵の中にですね、例えばウチナーのクガニクトバだとか、はい、あと龍華だとか、はい、おもろだとか、龍、もそうですけど組湯全て凝縮されています。だからウチナーンチはまずもちろん大和口標準語はまず学ばないといけませんね。はい、しっかりと学んで。だからウチナーンチとしてのアイデンティティをね、はい、守るためにシマクトゥバとかウチナー口も学びましょうっていうことですか。そうですね。で、なぜかと言いますと、FP 崎山さんもよく勉強してるので分かりますけど、ウチナー口というのは、万葉語、やっぱり大和言葉であるんですね。はい、その古語が残ってますね。例えば紹介するとすると、獅子。獅子。はい。獅子かまぶくの獅子。はい、獅子、肉ですね。はいはい、これも、万葉語では獅子と言ってます。肉のことですね。ああ、そうだったんですか。はい、でそして、トゥジ。はい、奥さんのことですか。はい、これも万葉語では、トジと言います。これも奥さんのことですか。はい、そうですね。でそして、トンボのこともアーケージュっていうのも一緒ですね。はいはい、うん、これも、万葉語です。はい、じゃあもともと、万葉語がシマクトゥバになったっていうことですね。ではないんですね。実は。ではないんですか。はい、ウチナーと、ヤマトはやっぱ交流があるんですね。はい、はい、はい。で奈良時代まで、はい、でそしてこう、奈良時代の前後からですね、琉球と大和の交流が途絶えてきます、でそして琉球にはその万葉語が残ります。はい、それを土台にして、はい、言葉が発達していったっていうことですね。そうですね。でしかし琉球はですね、こう中国との、殺風しで、王様を ね、中国の方から、王様として、承認してもらいますけども、はい、中国の影響を受けてないんですね、シマクトゥバというのは。非常に不思議ですよね。そうなんですか。はい、そういった形と、そしてね、琉球ウチナー口の、と大和口の違い、ウチナー口は母音がですね3つしかありません。大和口は5つありますよね。あいうえお、ウチナー口はあいうい、うん、あいうい、う、3つしかないです。あいうしかないですね。うん、でそして雨、うん、A がないので「あみ」に変わりますね。はい、この辺ちょっと難しいのでね、ラジオ聞きの皆さんちょっと難しいので、その辺はですね、はい、うちなうち母音が3つしかないっていうのをまず、覚えててくださいね。3つで構成されているっていうことなんですね。そうですね。はい、でそれで今日はですね、まず皆さん、リスナーの皆さんにまず覚えてほしいシマクトゥバ、今日はパート2ですね。はい、生まれ島の言葉はしいで、くにんはしゆん。うん、生まれ島の言葉はしいね、くにんはしゆん。うん、はい、これ、のりこさんどういう意味ですか。はい、自分の生まれたふるさとの言葉を忘れてしまうと、自分の国も忘れてしまうよっていうことですね。はい、そうですね。これは、もうのりこさんどんな意味で受け取りますか。やはり沖縄は琉球王国だったっていう名残ですか。名残、それもありますけどね。うんうんうん、あ、じゃあちょっと、視点を変えて。だからうちなんちとしてのアイデンティティを持っていきましょうっていうことですよね。はい、じゃあですね、FP 崎山さん、はいはい、生まれ島の言葉はしね、国はしゅん、崎山さんの、FP 崎山さんの感性で、はいはい、これは何を言わんとしてるかな、みんな違うと思うんですけどね。ここにこう思いをすごい込められてるんですね。自分の国忘れないでねっていう。そうですよね。強いかなって感じです。ということはこうシマクトゥバのね、言葉の大切さをここで歌ってるんですね。はい、だけどこの沖縄のこの大切さって琉球処分以降、うちなんちはこの沖縄のこのアイデンティティを否定した時代がありますね。でそれはまたもう戦争中もそうですけど、それから方言不断の世代もありますけどね。はいはい、うん、そうですね。ね、でも今ね、また見直しましょうっていうことで。そうなんです。ね、運動がありますよね。はい、シマクトゥバを継承します。そうです。ですから、生まれ島の言葉はしね、国はしゅん。本当に沖縄に生まれ育った私たちがですね、この沖縄の内縄口を忘れてしまうと、沖縄という琉球という
この国のことをね、うん忘れてしまいますよと。文化もそうですよね、はいはい、そうですね。自分が生まれ育ったところ本当にふるさとですよね。そうなんです。そこを大事にしていきましょうということですね、はい、でこれは沖縄だけには言えないですよね、はい、またその土地土地で例えばね、いろんな東北であったりいろんなところで生まれ育った人にも言えることですよね。東北とかで、ねうん関西とか九州とかって残ってるんですね、うん、実は、うん、自分の言葉、はい、っていうことですよね。沖縄だけやっぱ 特質ですね。で、うん、そして沖縄と似た境遇がですねハワイ、うん、ハワイ語も実は、ユネスコに絶滅言語として、認定されてましたけど、はい、これに危惧を感じたハワイの州知事は、授業の中で入れて今はハワイの言葉が、うん子どもたちが話せ読み書きができると。うん、それだけの、ハワイの人たちもやはりもう元々の、先住民の言葉をですね、うん、ちゃんと継承してますね、はいはい、まあ、でそれで沖縄もね今ね島言葉を見直しましょうということですね。そうですね、はい、じゃあちょっと時間まで、うん、じゃあ、はい、島言葉、はい、内名口でちょっとのりこさん、はい、挑戦してください、うん、読んでみてください。生まれし島ぬ言葉わしいね国わしよん。はい、じゃあ FP 崎山さんも、はい、はい、生まれ島の言葉わしいね国わしん。はい、素晴らしいですね、はい、そうですね、これは言えましたね、はい、そうですね、皆さん覚えてください、うん、生まれ島の言葉わしいね国わしよん、はい、今日はですねこの、はい、はい、今日はですねこの沖縄の国の言葉、うん、まずこれだけですね、はい、ぜひ皆さんに覚えてほしいなと思いました。生まれ島の言葉わしいね国わしよん、はい、ぜひ覚えてくださいね、はいはい、今日どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあここで一曲お届けします。 Jesus is just alright 希望の炎 by Doobie Brothers。 一つご紹介です。先ほどの空豆くんとメダカの子の絵本の続きをしたいと思います。ところが枝豆くんのベッドは小さすぎてメダカの子が落っこちてしまいそう。さやえんどうさんのベッドは薄すぎて水が入りません。グリーンピースの兄弟のベッドはお水を入れた途端にくの字に曲がってしまいました。ピーナッツくんのベッドはとっても窮屈。どうしよう、どれもうまくいかないよ。その時、空豆くんが言いました。僕のベッドを使おう。空豆くんは自分のベッドに水を入れ始めました。空豆くん、大事なベッドが濡れちゃうよ。みんながびっくりしていると空豆くんは言いました。やっぱり僕のベッドが一番さ、大きくて水、お水がたっぷり入るから。みんな空豆くんのベッドに水をたっぷり入れるとメダカの子を運びました。エッサホイッサエッサホイッサエッサホイッサ。小川に着くとみんなはメダカの子をそーっと離してやりました。元気でねーと手を振るとメダカの子は嬉しそうにぴょーんと跳ねました。もうすっかり夕暮れです。僕らのベッドは素敵だよ。お船になってすーいすい。僕らのベッドは素敵だな。楽しい夢見てすーやすや。みんなは歌いながら帰りました。夜になってもベッドが乾かないので今日は葉っぱの布団で眠ることにしました。明日も晴れるといいね。おやすみなさい。という、空豆くんとメダカの子のかわいいかわいいお話でした。おしまい。
時刻は時刻は6時40分を回りました。あなたが輝く魔法のうといむちをお送りしております。はい、リスナーの皆さん、ついにお待ちかね、FP 崎山の分かりやすいマーケティングの時間になりました。ご案内はペイジン悟、 FP 崎山、イレイノリコ、宜野湾ヒルズ通りにあります FM 宜野湾のスタジオよりこの後7時まで生放送でお送りします。今日はですね、まず FP 崎山さんの前にちょっとツイート、コメント、はい、メッセージ来てますね。メッセージ紹介してくれますか。 NR46 さんから、沖縄暑いですかっていうことなんですけども、暑い便どうですか、はい、本土からなんでしょうかね。そうですね、大和から鋭便や、はい、うん、とてもとてもですね、太陽がですね、まぶしいです。で今、私たちのスタジオから見える、私たちからだと左手の方にですね、西海岸が広がってるんですけど、そこにですね、もう少しで大きな太陽が沈むところです。そうですね、はい、はい、今日は暑いですよ。キャッチャーウェーブ、これから、FP 崎山と、波に乗っていきます。はい、ということです。じゃあさあ、はい、FP 崎山の分かりやすいマーケティングの時間です。はい、じゃあ FP 崎山さん、はい、はい、今日もまたお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あの、先ほどのお中元の、うん、質問がちょっと、ええ、お中元の作法なんですけどね、はい、はい、どうぞ。いいんですか、今で。いいですかね、はい、あの、お返しについて、会社はですね、ええ、いただくますよね。そしたらお返しについていつも悩むんですけどね、はいはいはい、お礼状ぐらいしか出したことないですけど。それで、はい、これもですね、実はですね、はい、まあ、上下関係もあるんですよ、はい、例えば先ほど私が、お送りしたのは自分の上司に差し上げてますよね。お中元はお世話になった方なので、だいたい上司とか、まあ、自分よりもちょっと上の方、序列でいうと協力業者で、はい、まあ、ビジネスパートナーではあるんですけど、まあ、上下というよりは、はい、まあ、頑張って工事してる方たちなんですけどね、大体、はい、本来はお返しは、しないでいい、はいはい、不要になります。ただし、品物が届き次第ですね、はい、うん、先方にありがとうっていう一言をですね、お伝えすればよろしいかと思います、はいはい、持ってくる人にそのままありがとうでいいんですかね。そうですね、まあ、同等の立場であったり、はい、社員が、ね、はい、大体いただくんですけどね、社員であればありがとう、はい、っていうことで、はい、よろしいかと思います。気持ちが大事ですから、ね、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いえいえ、はい、はい、いきなり、いきなりのあれでしたね、はい、はい、質問したいかったもんですから、はい、わかりました。ちょっと FP 崎山さんの時間が少なくなってきましたけど、はい、大丈夫ですか。はい、はいはい、これから入りますけど、はい、今日のテーマですね、はい、今日はですね、はい、楽一楽座、楽一楽座、聞いたことありますか。はい、私は聞いたこと、はい、あります。私はないですね、はい、楽一っていうのを聞いたことない。楽一いいですね、はい、すいません、はい、楽天とかね、はい、楽天とか ね、そういうのはね、はい、聞いたことあるんです ですけど、楽一楽座っていうのは、織田信長さんは知ってますよね。わかりますよ。はい、織田信長さん の、はい、開いた、はい、城下町があってですね、はい、その城下町での事柄なんですね。それが楽一、はい、楽座っていう名前、うん、町ではないんですけど、この政策ですね、はい、政策、経済政策のことを楽一楽座という、はい、そうだったんですか、はい、経済政策です、はい、政策ですね、これだけでももうすごく勉強になってますね、はいはい、マーケティングですからね、はい、その楽一楽座で有名な安土城下町の話を今日やっていきたいんですけどね、はい、その安土城があった下町の話なんです、はい、うん、いいですね、城下町の話ですね、はい、城下町自体がその当時の、うん、パリと匹敵するぐらい、パリ、はい、織田信長さんはすごいことをやってたって。フランスのパリですか。そうなんです、まあ、今のパリじゃないですよ、当時の、はい、当時のですね、はい、当時ってのはじゃあ何年前ぐらいだと思いますか、織田信長さんが活躍してた時代は、ですね、ジャンヌ・ダルク、はい、フランス革命1500年代ですよね。そうですね、はい、だから440年ぐらいなんですよ。440年前にもうああいう経済政策してた、はい、というお話をちょっとやっていきたいです、ね、いいですね、はい、琉球ではもう少年王が、はい、生まれ、あ、そうなん、幼少期の頃ぐらいですね、はい、1577年みたいですね、はいはいはい、で楽座で有名な安土城下町ですね、はいはいはい、でこ の城下町に、うん、訪れた人々はですね、平和で、はい、とっても幸せな気分をですね、心からですよ、実感してたみたいなんですね。
いいですね、はい、この安土城の、はい、それは何か物とか何かが豊かに、うん、その中身がですね、これからあれなんですけど、うんうん、まあ、あの大体信長さんって言ったらもう政治力とか革命家だよってよく言われてると思うんですけど、はい、あの私があの感じるところではあの、まあ、想像力があったんだなっていうのが感じたんですね、はい、でその想像力とか、まあ、常識にとらわれないところっていうのがちょっとキーワードになるんですけど、まあ、現代で言ったらですね、規制緩和ですね、うん、あ、はい、この城下町だけをこのちっちゃい町をですね、はい、規制緩和したんですよ。であと分かりやすいのが今風で言ったら減税ですね。ああいいですね、はい、増税じゃなくて減税だ、減税ですね、なんかいいですよね、はい、これね、分かりますよね、うんうん、これぐらいでも大体楽市坂座の意味が分かってきたかなと思うんですけどね、はいはい、そうですね、これはあのビジネスで言うとですね、はい、あの城下にですね流通を流通をですね、あの集中させて、あ、素晴らしい、はい、町を反映させたから人が集まったわけですよ、はい、ちょっと発音が悪いです、ね、いやいや、すいません、なんかちょっとお笑いみたいですね、はい、いや流中、はい、あの流の頭の流中と流通と集中が重なったって分かりにくいですけどね、はい、で、あの、はい、そういうあの人を集客したわけですね、はい、素晴らしいですよ、はい、この規制緩和、はい、減税、はい、商売代を、うん、商売代を、あのかなり減税したんですね、まあ、まちまちで鎖国してますよね、戦国時代、それをあの取っ払ったっていうのが素晴らしいですね。で439年の前にですよ、うん、もうこういうあの発想があったっていう信長さんの戦略なんです、ね、すごいですね、垣根を取っ払ったっていうことになるんですか。そうです、垣根も取っ払った、はい、で評価もやっぱりあのこのその時の人々に評価はかなり高かったと思うんですね、うん、あ、そうでしょうね、はい、人が賑わうですね。ですからあのリーダーはですね、周りの人々、自分の周りの人々からですね、まず幸せを実感させて、うん、あのメッセージを与えている役目があるんだなって僕は感じたんですよ。あ、すごいですね、はい、まあ、これフェイスブックに入れたんですけどね、はいはい、なんか言えるんですけど、それはあのそのことを何かって考えたんですね、僕は、はい、信長さんがなんでこんなに人気の高い評価の高いのかなと、うん、で人がついてきてますよね、はい、そうですね、はい、で人はやっぱり経験によってですね、意識や行動が変わるんですと、うん、あのいいですね、経験っていうのがちょっと今回出てきますね、はいはい、感情から、あの前のあの図式で言ったら、人間っていう人はあの思考から行動行く前に橋渡しで感情というのがあるっていうお話しましたよね、はい、でこの感情の次に今度は経験があってですね、うん、まあ、いわゆるバーチャル空間ですね、はいはい、これまで、はい、いろんなことを体験したものが生かされたりとか、そうです、はい、体験、うん、あのして、で信長さんがこの人々にですね、この空間安土桃山っていうこの城下町の良さをですね、うん、みんなにあの伝えて、うん、まさしく これを誰かが幸せを感じたらですね、また自分も行きたいなってなるわけですよ、うん、これがあの、まあ、マーケティングなんですね、はいはいはい、マーケティング的な発想ですね、はい、もう今回はこの城下町はバーチャル空間とは言わず、実際に信長さんがあの歴史上残ってるわけですから、うん、安土桃山城が、はいはい、あの、すごいですね、発展したっていう話ですね、まあ、あの、はい、ちょっと あれなんですけど、ウォルトディズニーランドも経験をして楽しかったことを、はいはい、ね、お土産に持って帰ると、そのものが皆さんに伝えれば、ま、ものがそこにあることで、はい、例えばお土産を持って帰ってあることで、はい、また行きたいなとかっていう、自分自身もリピートしますけど、そうですよね、それ聞いた人、うん、周りの人が幸せ感じますよね、はいはい、のりこ先生からこれ聞いたら、あ、じゃあ私もディズニーに行きたいなと、うんうん、営業してないですよね、はいはい、こののりこさんの友達に誰かが営業したわけじゃないですね、はい、ディズニーランドの人がやってない、それを楽しかったっていうことをお伝えして、この感情を伝えたら、はいはい、あの行動に人間は動くよというお話ですね、はい、それがもうずっとこの、はい、織田信長の時代にもそういうことが自然にあった、まあ、あのそうですね、うん、そういうこと自然じゃないですよ、はい、織田信長さんが戦略として政治力でそうやっていた、はい、そうですね、はい、ウォルトディズニーよりも先に、はい、まあそうですけどね、先にですね、はい、まあ、あとこの、 あの有名なこの地域はですね、なんていうんですかね、安土桃山時代の話なんですけど、ね、はい、この楽市とか
この言葉の意味がですね、うん、本当はもうちょっとあの説明したいんですけど、この楽座とか楽位置っていうのはもともと楽っていうのはですね、うん、あのフリーにしますよって意味なんです。英語で言ったらフリーって意味なんです。フリー、はい、市場をフリーにしますよ、開放しますと、はい、で座っていうのは既得権ですね。あ、はい、で今で言ったら組合とか会社ですね、そういった独占禁止法です。今の法律で言ったら独占禁止法に近いですね、はい、それをあのザって言ってるんですね。あ、だ解放 の、 あの要は政策だった。すごい、はい、市場解放ですね。そうですね、はい、まあ、戦略的な思考であのやったんじゃないかなと思う、僕はそう感じたんですよね。あ、素晴らしいですね、はい、であのこれ人が変化するっていう言葉はですね、要は感情が変化してるわけですよね。そうですよね、いろんなものを見てですね、はい、でその時にあの人々のニーズ自体もですね変わるんじゃないかなって自分は理解したんですよ。あ、はいはい、もともとこの楽市楽座がなければ皆さんその法律にのっとってやらんといけないんですけど、信長さんが解放したことによってみんな考えが変わったんですね。で新しいニーズが生まれたわけですね。生まれてきたと、はい、だからそれはあの新しいニーズということは需要を生み出せるということなんですね。オンツに変わるわけですね。はい、はい、そうなんですね、はいはい、でこれがあの今回今日僕が話したかったあの感情と行動のこの橋渡しがありますよね、はいはい、じゃ あ、 あのこの思考から感情に来て感情は橋渡しですよねって僕何回も言ってたんですけど、そうですね、はい、じゃあこ の、 あの宿題なんですけど、あクイズなんですけど、この経験は 何だと思いますか。おって書いてますけどこれわざと書いてないんですけど、ね、あすごいですね、はい、であのここに行くわけですよね。で行動、これは大体わかりますね、はい、これはのりこさんの専門とするものですね、はい、おもてなし。あ素晴らしい。そうですか、はい、今ちょっとお土産かなとかって思って、これ私が考えたんですけど、はい、あのまさしく、うん、例えば ストーリーとかブログとか皆さんあの先日ですね、はい、これは先日ですけど、あの SNS とか頑張ってるじゃないですか、ホームページとか、そうですね、はい、これはあのバーチャル空間ですよね。でそこにあのニーズをあのおもてなししてるわけですよ。あ崎山さん、はい、FP 崎山さん、これおじゃなくて、はい、うじゃなくて方言で言えばいいですね。うといむち、うといむちですね、はい、はいはい、ということですね。素晴らしいですね、はい、でそこからおもてなしして行動、うんが生まれますよってお話です、うん、すごい、これはもうだからおもてなしってことはやってもらってとても気持ちがいいっていうことですよね、はい、だからブログとかは受け入れられてもらったとか、うん、そういうことですよね、はい、うん、でその全体的な流れが戦略的な思考ということですね、うん、はい、いいですね。ストーリーとかブログとか SNS というホームページは、はい、あのまあ、実感を生ますと思うんですけど、うん、ニーズに変化させたり、それはやっぱりおもてなしって言いますね、うん、素晴らしいですよね、はい、これがでそれで行動に走る、行動に移ると、はい、行動する前の集客することがマーケティングです、うん、これもあれですよね、はい、FP 崎山さん、織田信長がこの楽市楽座を開いて、はい、そういう商人がいろんなところから来て、はい、そこで、うついむちによって行動が変わる、そうですね、でその市場も変わっていく、はい、で幸せを感じたから信長さんのこの政策が、はい、あのまあ、こっち近く の、 この人々がですね、なんかこの支持したわけですね。この時の、はい、安土桃山時代ってすごい世界各国、うん、いろんな人種、うん、文化が入り混じってますよね、はい、そうですね、はい、宗教もあの、まあ、ちょっといじめたとかよく言うんですけど、あの開放的だったんですよ、そうですよね、信長さんはやはりそれだけたくさんの方が集まってきた場所、はい、うんうん、それだけ魅力的だったんですよね、すはい、はい、宗教に対してもオープンだったみたいですよ、はい、なんかもっともっと聞きたいですね、また次、はい、信長 の、 あの、まあ、好きな理由はですね、はいはい、ぜひ聞きたいですね、僕は潔さというか、うん、あの本能寺で光秀に、そうですね、はい、クーデターですよね、はい、で本能寺で人生終わったんですけど、その人的に何の恨みもしなくてですね、人のせいにしなくて言った言葉がですね、ぜひもなし、ぜひもなし、仕方がないと。あすごい、これはあの本当にあの聞いた人が長生きしてですね、女性なんですけど歴史に残してるんですね、はい、ここがまた潔さが僕は好きなんですね。素晴らしいですね。もう本当にこう、はい、信長享年49歳です。若いですよね。ありのままをっていうことですね。はい、もうしかし信長はしょうがないよみたいな、やるべきことやりましたよね。はい、やりましたよね、はい。もうしっかりと
そうですね、公認としてこれ秀吉がそのままやってるんです。で、首脳交渉も家康がやってますけど、もう家康、信長さんはこの楽地図楽座で農民と兵隊を分けたんですよ。もうこんな430年前の話なんですか。そうですね、なんか私、はい、あのこの実際の本能寺の変は、うん、明智光秀のクーデターか、はい、豊臣秀吉のクーデターか、このあたりは来週そのあたりはまたね、ね、ま、難しい話を、ね、教えてください。はい、本当に今日どうもありがとうございました、はいはい、なんか今日はそれぞれ のコーナーが時間足りなかったですねそうですね、思ったより、はい、ね、なんかあっという間に、はい、あっという間に終わりましたね、はい、ありがとうございました。この番組は住まいを彩るサイドコーポレーションの提供でお送りしました。さあ、一言のりこさんありますか。はい、はい、じゃあ FP 崎山さんどうぞ、どうぞどうぞ、FP 崎山さんがですね、はい、あの予告編を作ってね、私たちの、魔法のうといむちの、はい、Facebook で、はい、Facebook で予告編を作ってますので、ぜひ見てください。ぜひ聞いてください。はい、のりこさんあれ見てないんだね、時間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ね、ありがとうございます。今日もあっという間でしたね。あっという間でしたね。